ベーベルン上ブラウンシュバイク・ベーベルン家は、ドイツの両方君主の家系。ベルフキの流れを組み、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル工領を統治する、新ブラウンシュバイク家から分かれた。ベルフキの初系統の中で19世紀以後も、存続したのは、ベーベルン家とハノーファー家だけだったが、ベーベルン家は1884年に耐えた。初代当主のフェルディナント・アルブレヒト一世は、 シンブラウンシュバイク家の子祖であるアウグスト2世の末息子であった。フェルディナント・アルブレヒト1世は1666年に2人のイボ・アニが相続するボルフェンビュッテル公領の相続権を放棄し、その保証としてベーベルーンの城とその周辺領地を与えられた。当初は相続権を放棄していたにもかかわらず、 ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・コールート・ビヒルドルフが1735年に男子のないまま死去し、新ブラウンシュバイク家が断絶したために、フェルディナント・アルブレヒト2世が、ルート・ビヒルドルフの重邸で無っ子という関係から、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・公領を統治することとなった。ベーベルンは、フェルディナント・アルブレヒト2世の弟、エルンスト・フェルディナントが継いだが、 息子の代で1809年に断絶、フェルディナント・アルブレヒト2世の創尊、フリードリヒ・ビルヘルムが相続し、1814年に、ブラウン・シュバイク公国が創設された。1884年、ベーベルン家は、ブラウン・シュバイク公、ビルヘルムの死と同時に断絶した。ありがとうございます。